こんにちは、まちろうです。いやー、この間今 Amazon でブラックフライデーやってるから、欲しいものはこの機会にバンバン買いましょうなんて話しましたけど、私も結構買っちゃって、で Amazon にないものでももうこの機会だからっていうんでね、ヨドバシカメラとかでもね注文しちゃったりして、だからこれからそういったものがバンバンうちに届くんですけど、まあ最近物が届いてもすぐ開けない癖がなんかついちゃって、うちがね物を決めたくなりそうでちょっと怖いんですけど、まあ買ったものの中でニーズがありそうなものはまたレビューしていきたいと思います。はい、ということで、今回の音楽ラジオテーマは80年代女性アイドルのファッション、衣服とか身につけるものですね、そんなキーワードを含んだ楽曲を流したいと思います。私学生の頃ずっと学ランで、高校に入る時に私服 OK の学校に行った友達がいてね、すごい羨ましくて、でもまあその友達からすると毎日服選びしなくていいから学ランの方が楽だよとか言ってたんですけど、まあ私服で通学するっていうのが憧れでした。で私は予備校に行ってたんですけれども、その時初めて学校に行くのに私服で行けるっていうことでね、それがなんだか不思議な感覚で、嬉しかった思い出があります。でこの時に春とか秋口になるとよくカーディガンを着てました。
坂上香織さんのデビューシングル「レースのカーディガン」でした。あの斉藤由貴さんがデビューした時に、なんか瞳にね吸い込まれそうになったんですけど、坂上香織さんもなんか瞳がすごい綺麗で、同じように吸い込まれそうになったことを思い出します。まあ可愛かったですね。このデビュー曲歌った時は15歳だったかな。素晴らしい。はい。で、夏はまあ半袖ですけど、あの私はポロシャツじゃなくて T シャツ派でした。黒いサングラスで目元隠すのはよして、あなた心の動きまで隠してしまうから、とても冷たく見えてくる。崩れたバランス、恋が揺らめく熱い鼓動、あなたが好き、素肌に一粒の汗、心細く滑り落ちる。遠く浜汁場、光る波に濡れた T シャツ、向きがちだった昨日までの私、海に捨てる。占いのページが当たりそうな予感、赤いサンダル脱ぎ捨てる。崩れたバランス、あなたの匂い、優しい手に支えられて、しい夕日が胸まで焦がす。帰らないわ、そばにいるわ。遠く浜汁場、光る波に濡れた T シャツ、中森明菜さん T シャツサンセットでした。はい。で、あと外出とか、まあ、そういうのは関係なく常に身につけているもの、それは下着。まあ自宅ではね、素っ裸っていう人もいるでしょうけど、まあパンツぐらいは履いてますよね。履いてますか？まあ普通はね、パンツって言いましたけど、パンティーなんて言い方するとなんかいやらしい感じがしますよね。もっといやらしい感じがするのはスキャンティー。
後ろ指刺され組でゾウさんのスキャンティーでした。初めこのスキャンティーって言葉を聞いた時に、なんか新しい飴玉みたいなものなのかなって思ったんですけど、まあ今でもね、この意味がよく分かってないのでヤホーで調べてみました。そしたらね、なんか面積の小さいパンツのことみたいですね。だったら郷ひろみさんがね、水泳大会の時に履いてた水泳パンツ、あれもスキャンティーなんでしょうかね。で、外出するときは誰もが着用するものといったら靴、まあ下駄を履いてるっていう人もいるかもしれないですけどね。私が子供の頃、昭和40年代から50年ぐらいなんですけど、特にまだ幼い時は紐の靴じゃなくて、スパッと履けるズックっていうやつですかね、そういうのを履いてた人が多かったですね。まあ大体みんな同じようなズック履いてて、色はね、青いのが多かったかな。踊らせて心のボリューム。
吉本美代子さん、青い靴でした。まあ新しい靴買うとね、お乳の儀式とか言って、なんか悪ガキとかにね砂をかけられたりしましたけど、まあなんだかなってね。で、青い靴とくれば赤い靴も言っとかないとですね。新井かおる子さん、赤い靴でした。去年か一昨年か忘れちゃいましたけど、新井かおる子さんの個展を渋谷に見に行きましたっていう動画をねアップしたんですけど、私が行った時は新井かおる子さんいなかったんですよね。なんか初日かなんかか忘れちゃいましたけど、なんかいたらしくてね、ちょっと残念でした。学生の頃帽子かぶるのがあんま好きじゃなくて、なんでかっていうと、その頃ちょうどハードロックが好きで、ちょっとね髪伸ばしてたんです。そうするとね、特に野球帽みたいのかぶると、耳の横の髪の毛がね外にボワッとはみ出したりして、なんか変なんですよね。で、あと前髪もちょっと長かったので、その前髪が潰れて目にかかるっていうかね。まあでもおっさんになってから髪も短くなって、髪自体も細くなって、ということでよく帽子をかぶるようになりました。まあ帽子使い始めたら、なんか帽子のことが好きになっちゃって、今ではいろんな種類の帽子を持ってます。
斉藤由貴さん、ストローハットの夏思いでした。まあ、麦わら帽子っていうとね、あの人間の証明映画ありましたよね、ママーっていう、あれを思い出しますけどね。はい、じゃあ今度はファッションアイテム。ファッションアイテムっていうとまず真っ先に思いつくのはイヤリング。あの女性だけじゃなくて男性でもつけてる人いますよね。Stay with me, 雨が雪に
松田聖子さん、ハートのイヤリングでした。私イヤリングなんかつけたことないんですけど、いや、一回ぐらい女の子の友達に貸してもらって、ちょっとねつけたことがあるかな。でもなんかね、もう無理って感じですぐに返しちゃいましたけどね。であとピアスもありますね。ピアスね、私手術以外に体に穴を開けるなんて信じられないと思って、まあ個人的にピアスっていうのは嫌っていうかね、怖いイメージがあって、90年ぐらいだったかな、就職した時にねピアスつけてる女の子がいて、なんかねその子がねわざとねこれつけるところを私に見せるんですよ。ほれ見てみーとか言ってね、やめてみたいなね、まあそんなこともあったんですけど、まあピアスは耳だけじゃなくて鼻とかおへそとか、あとベロね舌とかにつけてる人いますけど、なんか痛そうじゃないですか。これ目につけたら死んじゃいますね。佐野涼子さん、瞳にピアスでした。まあ目にねピアスをぶっ刺すっていう曲じゃないんですけどね。はい。であと男性はまずつけないアイテムといったらリボン。
どうかな、つける人います？堀ちえみさん、リボンでした。本当は本田美奈子さんのリボンがほどけないにしようと思ってたんですが、このリボンはプレゼントに巻いてあるリボンのことなのでやめました。はい、あと外出時に必ず持ち歩くものとしてハンカチがありますね。皆さんハンカチは持ち歩いてるでしょうか？子供の頃はね、親に無理やり持たされたりしましたけど、まあでも手を洗ってもそんなの使わないで、ズボンで拭いたり、あと自然乾燥とか言ってね、手をブンブンやったりして、まあ適当にやってましたけどね。あと似たようなものとして、ハンカチーフっていうのもありますね。これもね、よく意味が分かってなかったので、さっきね、ヤホーで調べたら、ハンカチは手を拭くやつ、ハンカチーフは胸ポケットに入れるおしゃれアイテムっていうことでしたね。ということで最後の曲はハンカチーフじゃなくてハンカチにまつわる曲。この曲を聴きながらお別れします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。
ねえ。